メルセデス・ベンツ E クラスメルセデス・ベンツ W210、W210、S210 はメルセデス・ベンツの2代目 E クラスを指すコードネームである。頭文字の W はセダン、S はステーションワゴンを表す。10年にわたり販売された W124 の後継モデルとして1995年に発売。フロントマスクでは楕円形の4等式ヘッドライトが特徴。 フロントサスペンションが W124 のストラットからダブルウィッシュボーンに変更されたほか、ステアリングが伝統のボールナット式からラックピニオン式となった。サイドエアバッグをドア内蔵方式としては世界で初めて採用し、ASR や ESPE も設定されるなど、さらなる安全性向上が図られている。室内も拡大され、後席の居住性が 大幅に改善された。クーラーボックス機能付きコンソールボックス、フルオートエアコンに加えて、モデルライフの途中からは、CD-ROM ナビゲーションシステムや自動防眩ミラーの標準装備化など、快適装備も充実している。一方、メルセデスベンツの内装特徴を付けていた、実用性の高さは大幅に下がり、構成部品も一部簡略化され、 革の材質をはじめとする内装の質感も同様にコストダウンされた。なお、マイナーチェンジ後の後期型では品質改善がなされている。W210 以降、W213 までの E クラスには E クラスのシャーシを使用したクーペが設定されず、代わりに W202 をベースとした CELK がデビューしている。E400 では、ドイツ本国では、 E420 と呼ばれているが、日本では420という数字が、シニを連想させるために E400 と、モデル名が変更された。なお、クライスラー 300C などに採用されている、クライスラー LX プラットフォームは、W210 のプラットフォームをベースに、燃料タンク位置の変更など大幅なアレンジを加えた、ものである。1995年8月。 エンジンが直列4気筒の E230 と直列6気筒の E320 が日本市場に導入された。11月、革張シートやサンルーフなど標準装備が充実した E320 アバンギャルドを追加。1996年10月、V 型8気筒エンジンの E400 アバンギャルドの販売開始と同時に電子制御後 AT が全車標準となる。 11月にはセダンより約1年遅れでステーションワゴンがフルモデルチェンジ E230 ステーションワゴンを販売開始。1997年8月エンジンが直列6気筒に代わり V 型6気筒を採用したことにより直列4気筒の E230 はセダンステーションワゴンともに V 型6気筒の E240 に変更。E320 も V 型6気筒へ変更されたほか、フルタイム 4WD となる4マチックを設定。なお、E320 のステーションワゴンはすべてアバンギャルド仕様となる。V 型8気筒エンジンの E400 も、新開発の3バルブザイチェシーエンジンを搭載した E430 となり、ESP が4マチックと E430 に限り、設定された。1998年8月。 ウィンドウのエアバッグとリアサイドエアバッグが装備される。E430 ステーションワゴン追加。1999年10月、マイナーチェンジ。エクステリアデザインを中心に変更が行われ、内部の改良は約1800カ所にも及ぶ。フロントマスク、テールランプの変更とともにウィンカー内蔵ドアミラーが採用された。インテリアではナビゲーションシステムが新型に変更。 ESP が全車標準装備となった。2000年6月 E240 の排気量が従来の2.4リットルから2.6リットルに拡大されたが、社名の変更はなされていない。全車排ガス浄化装置の変更、リモコンキー小型化。2001年4月、専用サスペンションや強化ブレーキを装備し、インテリアを高級感のある、 フルレザー仕様とした5.5リットル V 型8気筒の E55AMG、E320 と E430 のセダンに AMG 製パーツを標準装備したスポーツライン仕様が追加。6月 E242 アバンギャルドに準じた限定車 E240 アバンギャルドリミテッドが発売。ありがとうございます。